三上拓は、日本の海軍軍人、政治活動家、国家主義者。最終階級は、海軍中尉、佐賀県出身。第二次世界大戦以前の5.15事件、及び戦後の三無事件の双方に参加した人物として知られる。青年日本の歌の作詞者。著名な弟子に、野村修介がいる。三上拓。 1953年撮影佐賀県佐賀郡本城村出身。父は北千日日新聞社長の三上真。佐賀中学校を経て、1926年3月海軍兵学校卒業。同期に山品宮萩ぎ郎、福村俊明、中村昭三、富永健吾、中島千隆、中山定吉など。1930年。 青年日本の歌作詞。1932年4月、従順洋館、妙光乗組。同年5月、5.1号事件で、犬飼武史首相を襲撃。翌年1933年、海軍横須賀鎮守府軍法会議において反乱罪で、死刑を求刑されるが、同罪で、禁錮15年の判決を受け、小菅刑務所に服役する。 1938年、仮釈放。直後に、海軍省の山本五十六次官に面会。1939年、東京の佐賀出身の宇都宮道織区軍大佐の、娘若と結婚。1940年8月、平凡者より、高山被告郎を発表。行動欲賛三青年連盟を結成。1941年3月、井上認知 四つ本義隆、ひし五郎らと、ひもろ義塾を設立し、このえふみ前首相のブレーンとして活躍。1943年、大西翼産会の参加団体である、大日本翼産総年団の理事に就任。1946年、公職追放令を受ける。1950年、昭和24年8月に摘発された台湾からの、 密輸事件の死亡者として、懲役5年の判決を受け服役。1953年4月、第3回参議院議員通常選挙に、全国区から立候補したが落選。1961年、参務事件に参加したとして逮捕されるが、起訴猶予で釈放。1971年10月、滞在先の伊豆にて隠し。去年66、 ありがとうございます。